次はあの刑事かな。エペル、監督生、もう一歩後ろに下がってなさい。はい、わかりました。行くわよ。ケージを開けるためにあんな強力な魔法を発動させるなんてびっくりしました。さすがだね。ケージを開けるついでに影に隠れていたファントムを倒してしまうとは。2回に分けて魔法を打つよりもああした方が時間と魔力の両方の面で効率的でしょ。しかし残念だ、この辺りに目的のものは見当たらない。まったく魔力の無駄遣いをさせないでほしいわ。どうしたんだい、ムシュヒメリンゴ。愛らしく顔をほころばせて。すみません、気を抜けない状況なのは分かってるんですけど、ビルさんとルークさんが一緒だと心強いなって実感したんです。ようやく気づいたの？まったく、どんくさいんだから。